プラットフォーム、ナンバーウォーク改札口、近鉄日本橋駅は、大阪府大阪市中央区日本橋一丁目にある、近畿日本鉄道ナンバ線の駅。駅番号は、A02。なお、地下鉄中央線と、近鉄京阪な線の連絡乗車券を購入した場合、地下鉄の日本橋駅との直接乗り継ぎはできない。2009年3月20日の阪神電機。 鉄道阪神南馬線開業に合わせ、両隣の近鉄南馬駅、上本町駅が、それぞれ、大阪南馬駅、大阪上本町駅に改称されたが、当駅については変更は見送られた。なお、自動放送においては、単に、日本橋と案内されている。相対式ホーム2面2線を有する地下駅である。ホームは、地下3階にあり、有効長は10両編成分である。 真上地下1階に大阪メトロ、堺筋線のホームが、斜め上地下2階に千日前線のホームがある。ホームの柱の色はオレンジ。改札口は地下2階に2カ所設けられているほか、地下1階にも昼間時のみ、開放の改札が1カ所あり、ナンバーウォークに直結している。地下2階コンコースへの入り口は、大阪メトロ、日本橋駅の地下1階に設けられており、地上への出入り口は、 地下鉄と近鉄で完全に共用されている。大阪南ン駅管理の有人駅で、ピタパイ効果対応の自動改札機及び自動生産機が設置されている。定期券、特急券は、駅窓口と専用の自動発売機で購入が可能。2018年11月13日の乗降人員は5224人である。近年の1日乗降、乗車人員は、 歌表の通りである。ありがとうございます。